国民スポーツ大会に行ってきた。平成30年、2018年6月13日に国民体育大会の名称を2023年から国民スポーツ大会に変更するスポーツ基本法の一部を改正する法律、改正スポーツ基本法が国会において成立しました。令和6年、2024年に開催される佐賀県大会は国民体育大会の名称が国民スポーツ大会に変わる最初の本大会となります。また改正スポーツ基本法の成立を受け、日本スポーツ協会は大会の略称を長年親しまれてきた国体から国スポに変更しました。英語表記はナショナルスポーツフェスティバルからジャパンゲームスとなります。博多駅で友人をピックアップするので朝6時に自宅を出ます。高速道路網が整うと車での移動が楽になる。大分駅から博多駅まで2時間で着く。鳥栖ジャンクションから車の数が増え渋滞が始まる。鳥栖ジャンクションを過ぎて福岡都市高速道路に入ります。合流ポイントでは要注意、接触事故が多発しています。博多駅のディスプレイにも国スポが表示されている。博多駅から都市高速に戻ると事故渋滞、糸島方向なので止まることなく流れている。福岡ドームを左手に見ながらドライブすると博多駅から40分で二見ヶ浦に着く。東は福岡市、西は佐賀県唐津市、南は佐賀市と接し、福岡市の中心部天神から JR 筑肥線筑前前原駅まで30分ほど。また高速道路を利用してもおよそ30分の時間距離にあります。博多駅や福岡空港にも直通でアクセスでき、交通の利便性が高い地域です。最近は朝ドラのおむすびでも放送され、ロケ地巡りで観光客が増えています。海の中に白い鳥居が立っていることで有名な桜井神社二見ヶ浦鳥居は、福岡県糸島市島の桜井に建立された桜井神社の鳥居になります。最近はインスタ映えのスポットで外国人観光客が列を作り、ポージングを取って撮影しています。桜井神社の元は慶長15年1610年6月1日より2日の暁にかけて大雷雨が起こり、突如電光一閃のうちに岩と神窟が開け、御神霊が顕現されました。それから様々な霊言新たかなことが起こり、それを聞き及ばれた福岡藩二代目藩主黒田忠之公は家臣を2回にわたり使わして問われるに、その答え寸分も違わず見印があったので、ますます御神医に感謝され、寛永9年1632年に現在の豪華絢爛な御社殿をご創建され、現在もその当時の姿を留め、本殿、拝殿、楼門は福岡県の重要文化財に指定されております。トトロの森は福岡県糸島市島家屋にある家屋の大戸公園の一角にあり、その名の通りジブリ映画の隣のトトロのワンシーンに出てくるような世界観に似ていることからそう呼ばれています。玄界灘に面した家屋の大戸公園内には遊歩道が整備してあり、展望台までの道がトトロに出てくるワンシーンにそっくりとネットで話題になり、糸島トトロの森と呼ばれるようになったそうです。玄界国定公園の中でも名勝奇岩として全国的に知られる日本最大の玄武岩洞窟で、高さ64メートル、奥行き90メートル、間口10メートルの洞窟は神秘的な景観を呈しています。
六角形や八角形の玄武岩柱状節理は国の天然記念物に指定され、3月中旬から11月にかけては木屋漁港から観光遊覧船も運航中、船上からはその雄大な姿を望むことができます。糸島半島の西側の海岸線をひたすら走り続けると、アスファルトの道が砂利道になり、その先に現れるのが製塩所、工房突端、海と森の間でまた一の塩を作り続けてきました。人気のない工房前の海は玄海灘の内海と外海がちょうどぶつかり合い、山と海の豊富なミネラルが混ざり合うところ、週に1回あるかないかの惚れ惚れするくらい海がきれいな日に塩作りの海水を汲み上げます。西の方向に佐賀県唐津市の高島が見えます。製塩所、工房突端は握りたてのおむすびを2個、塩おむすび1個、具入りおむすび1個、また一の塩で作ったお味噌と旬の食材を味わえるお味噌汁をご用意します。予約制なのでホームページを確認してください。夕食は天神に戻り、友人家族と一緒に食べます。今日はもつ鍋屋と屋台を巡ります。友人のご両親とは20年ぶりの再会。おでんの屋台には外国人が行列を作っている。食後はイタリアンの屋台でチーズケーキを食べました。夕食後に明日開会式と陸上競技があるサンライズスタジアムまで移動します。感動する、魂が揺さぶられる、年齢や国境を越えて人と人がつながる、心身ともに健やかになる、スポーツには人間の根源的な喜びを生み出す力があります。2024年、国体の愛称で親しまれてきた国民体育大会が国民スポーツ大会へと名称を変えます。大会が始まった1946年から社会も暮らしも大きく変わった今、この時代に合う形が求められています。佐賀は大会が変わるその始まりの地に選ばれました。体育からスポーツに変わる今だからこそできることは何か、この一点を問い続け実行していきたい。私たちは前例のない大会を作る挑戦のスタートラインに立っています。思い描ける夢は無限にあります。実現はもちろんそう簡単ではありません。失敗も慣習との戦いもあるでしょう。しかし明治維新の時、佐賀そして日本の先人たちが未来を見据え時代を切り開いてきたように、みんなで高い志で知恵と力を出し合っていけば、新しい大会そしてスポーツ文化の新時代を作ることができる、そう信じています。佐賀2024、すべての人にスポーツの力を届ける新しい大会へ。スタジアムが見えてきました。佐賀から変えます。世界中のあらゆる人々がスポーツのために我が国に集う2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を好機と捉え、スポーツの価値を世界の人々と分かち合い、スポーツを通じた社会変革に向け世界各国と協調していくため、世界的に広く用いられているスポーツの語を基本的に用いるべく、国民体育大会を国民スポーツ大会と改める等の改正を行い、選手も選手でない人も誰もが楽しんでスポーツに参加できる大会へ、観戦を通して感動を共有できるシーンを創出し、エンターテインメント性の高い大会へ、佐賀のスポーツシーンを支え
みんなで力を合わせ作る大会へ。開会式前で警備陣の数が多い。広いスタジアムを柵で囲っている。今日は秋篠宮ご夫妻が佐賀市の佐賀スタジアムで開かれる第23回全国障害者スポーツ大会の開会式に出席されるのだ。天皇皇后両陛下が佐賀県を訪問される際にはご両者が現地まで運ばれます。ご両者は特別仕様のトヨタのセンチュリーなど複数台あり、ナンバープレートには直径10センチの皇室専用の自動車登録番号表高ナンバーが取り付けられます。ボンネットには菊の紋章をあしらった天皇旗が取り付けられることもあります。地方訪問の際にはご両者や愚部者、報道者などで長い車列が形成されます。車列警備の司令塔は無線車で、警察庁長官や皇宮警察本部長らが乗り込みます。天皇皇后両陛下が佐賀県を訪問される際は市内沿道等に放送芸場所が設定され、交通規制が行われます。開会式が終わり、秋篠宮ご夫婦の乗ったお車がスタジアムから出てくる。警備司令車を先頭にトヨタセンチュリーが走ってきた。午前11時過ぎにスタジアムに入ることができた。聴覚障害者なので手話を使いテレビ電話で会話します。スタジアム内は開会式の片付けに追われている。午後から競技が始まるのだ。佐賀アリーナの前に完成したのは高さ約40メートルのサンライズタワーです。陸上競技場にもともと設置されていた照明灯4本のうち1本にアートペイントを施したもので、約5万輪の花や各競技のアスリートなどが描かれています。制作を依頼されたのは佐賀市出身のアーティスト宮崎健介さん。競技の準備も整い、計測機器の動作チェックなどを行っている。佐賀スタジアムでは、身体障害のある選手と知的障害のある選手が出場できる競技を開催します。競争競技、跳躍競技、投擲競技を実施します。
100メートル走や走り幅跳び、砲丸投げなどの一般的な種目のほかに、車椅子や電動車椅子で障害物を避けながらタイムを競うスラローム、150g の大豆糖を詰めた袋を投げ、飛距離を競うビーンバック投げ、やり投げの規則に準じプラスチック製の競技用具ターボジャブを投げ、飛距離を競うジャベリックスローなど、ルールや競技用具を工夫した障害者スポーツ大会特有の種目を含め全15種目が行われます。
ハルト君、おめでとう。明日の競技会場、伊万里市に向かいます。今日は武雄温泉で一泊します。佐賀スタジアムから40分で武雄に着きます。ビジネスホテルなので夕食を食べに車で出かけます。第一候補の餃子会館は夜はお休みだったので、バイパス沿いにある佐賀ラーメンに行きます。武雄市は佐賀県の西部、佐賀市の西約 28km、 佐世保市の東約 30km の場所に位置する。地形は低山と盆地と川沿いの平地が入り組む地勢である。地域南東部の武雄盆地の西の端と地域西側の盆地に人口が集中している。他の地域は山地である。高架橋の下はクリスマスの飾り付けになっている。武雄駅は西九州新幹線の始発駅なのだ。ここから 62km 先に長崎駅がある。今日は2024年10月27日日曜日。昨日は夕ご飯を食べたらすぐに爆睡。朝マックして伊万里市に向かいます。伊万里市の競技会場まで30分です。フライングディスクは身体障害のある選手と知的障害のある選手が出場できる競技です。樹脂製のディスクを使ってアキュラシーとディスタンスを実施します。アキュラシー、障害区分や男女の区別なく5メートルまたは7メートル離れたところから直径 91.5cm の円を狙って実投し、通過した数からスローの正確さを競う種目です。ディスタンス、男女別、立位、立って投げる、座位、車椅子などに座って投げる、別に4区分に分かれてディスクを3回投げ、最も距離の遠い着地点までの飛距離を競う種目です。午後1時、少し雨が降ってきた。競技30分前に招集があり、待機場所に移動します。
私の友人も召集された。がたいはいいが、メンタル面がすごくナイーブなので緊張感が見てる側にも伝わってくる。グループ48がやってきた。雨も上がった。フライングディスクスポーツは伝統的にプレイヤー自身が責任を持って公正なプレーに努めるといったスポーツマンシップに基づいている。競争度の高いプレーは奨励されるが、プレイヤー同士が尊重し合うこと、ルールを守ること、また本質的にゲームを楽しむことなどが損なわれてはならない。そしてこれらを守ることにより、この精神に反した行為は競技フィールドから排除される。この精神を維持するのは各プレイヤーの責任である。ポディウムに来た。果たして友人は何位になったのだろう。表彰いたします。第1位堺市多田和夫さん、第2位北海道長谷川正則さん、第3位長崎県藤永坂由さん、第4位愛媛県三好紀文さん、第5位福島県川上俊さん、第6位佐賀県新田和義さん。金メダルが取れてよかったです。はい、おめでとうございました。はい、いいのかな。2時間45分で自宅に着く。伊万里市の街路樹も色づき始めている。今週末からは佐賀バルーンフェスタが始まる。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。